続いて恐怖の時間がやってまいりました。布団パック促進成仏。さあこのお客さんの中で勇気のある人はいませんか？勇気のある人手を挙げてください。お名前は？池田君に握手を。ストンパック促進成仏、用意しましたのはおなじみ布団を3分の1に圧縮してしまうという布団パックです。さあ今日はこの布団パックに布団の代わりに人が2人入ります。さあこのご覧のように布団パックに人が2人丸々入りました。さあ今蓋を閉めています。布団パックといえばこの蓋をしっかりと閉めて、用意しましたのはただの家庭用の掃除機です。さあこれで一気に空気を吸っていきましょう。いい？それではいい？ OK？スイッチをオン。さあどん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 空気が吸われています。空気が吸われています。さあ2人は果たして成仏することができるのでしょうか。あ、1回止めましょう。さあ今の気分を聞いてみたいと思います。どうですか？大丈夫だよ。笑ってます、笑ってます。さあどんどん吸っちゃいましょう。吸っちゃいましょう。 OK 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 ですか？さあそれではこの2人の美しい姿を記念撮影したいと思います。はい、以上ストーンパック促進成仏でした。はい、拍手。